今回は胸のトレーニングを取っていました。まず第1種目目はダンベルプレスから入ってます。でまた今回も全てのセットを取っていましたので、その映像を流しながら僕が意識しているフォームのポイントなどをお話ししていきたいと思います。で今回のトレーニングのトピックは2つあります。まず1つ目はこのダンベルプレスで50キロに挑戦するということと、もう1つは3種類のダンベルプレスで大胸筋全体を鍛えたということなんですけども、まず1つ目の50キロに挑戦というのは、まあ、正直自己満足的な、ところでは、ね、あるんですけども、4月の頭に40キロに手術後初めて挑戦した時は6回できたんですね。それから徐々にできる重量が上がってきて、前回ダンベルプレスを45キロで挑戦した時に7回できたんですけども、ということで今回は50キロという区切りのいい重量に挑戦してみようということで、まあ、それに向けてアップを行っています。でちなみに今週は高重量に挑戦する週にしていて、5から7回くらいを目標にした重量設定を行う予定です。でこのダンベルプレスはフラットの角度ということで大胸筋チューブを狙っています。そのために意識しているポイントは姿勢と上げ下げする軌道を大胸筋チューブの角度に合わせることです。で姿勢は肩を落としてブリッジを作って肩骨を寄せる。で、まあ、その姿勢を、足を踏ん張る力で支えます。あと上げ下げの軌道は手を結んだ線がボトムは胸の下のライン、トップは肩の真上に来るように意識しています。はい、ということでここまでは全く問題なくできましたので、いよいよ50キロに挑戦しています。でこの50キロという重量は僕にとっては手術後初めてのはもちろんなんですけども、約3年ぶりの挑戦になります。あの動画をちょっと見返してみたんですけども、3年半前の増量期の時は上げてたんですけども、まあ、そこからは腱板の、ね、症状の悪化とかもあって持てなくなってたんですね。で今は腱板を手術で治してもらって、で筋力も徐々に上がってきたということで、50キロに挑戦したんですけども、まあ、重たかったんですけども、まあ、久しぶりに上げることができて、まあ、結局回数は3回しかできなかったですけども、まあ、上げられたこと自体がねめっちゃ嬉しかったです。はい、まあ、もちろんね、関節の痛みとか違和感は全くなく行いました。はい、ということで気が済みましたので、ここからは目標の回数を目指した重量設定で行います。まずダンベルをトップに持ち上げたら、肩を下げるために足を踏ん張ってブリッジを作って、肩甲骨を寄せて大胸筋で負荷を支えてから、ゆっくりと下ろして、で大胸筋が伸びたと感じたところで受け止めて切り返します。持ち上げるときは胸を突き出しながら上腕骨を胸に近づけるように大胸筋の収縮で持ち上げるんですけども、上げすぎると腕が伸びきったり肩甲骨が開いてしまうので、そうすると肩とか三頭筋に効いてしまいますから、それに効かさずに大胸筋の収縮を感じたところをトップにしています。じゃあ次はもう少し重量を下げます。でこれまでと一緒で、まずは、姿勢を作って大胸筋で負荷を支えてからスタートして、であとは大胸筋のストレッチと収縮を感じながら、さっき言ったボトムとトップの位置を、軌道をずらさずバランスを取りながら往復するように上げ下げして動きます。でこのプレスの動作って、肘と肩関節が主に動くわけなんですけども、大胸筋チューブは胸の真ん中にある胸骨と上腕骨を結んでいる筋肉ですので、下ろすときはその2つの距離が離れて、上げるときは近づく動きを頭の中でイメージして上げ下げします。はい、でまあ、最後ね、ギリギリ上げ切るところで終了しました。でこれでダンベルプレスは終了 で次はベンチの角度を変えて、今度は大胸筋上部を狙ってインクラインダンベルプレスを行います。ベンチの角度は30度くらいにしてあります。でこれもちょっと自己満足なんですけども、あのできるかどうか試したくて、そのまま42キロに挑戦してみました。ちょっと上げるのはギリギリあのトップに、ね、上げられたんですけども、そこから大胸筋で支える姿勢を作って、ゆっくりと下ろしてストレッチから持ち上げるという感じで、なんとかあのできましたけど、インクラインはまだちょっと左肩の可動域が戻ってない影響で、左の方が弱いものですから、まあ、左が先に上がらなかったところで、終了しています。でもこれも重たかったですけど、まあ、あの一応ねできたということで、まあ、ダンベルプレスと同様、大会が終わってまた増量期に入ったらね、あの重量アップにも挑戦していきたいと思います。じゃあこれも、重量下げて本来の目標回数を狙っていきます。まずは特に持ち上げて、インクラインの時はフラットみたいに足の踏ん張りで肩を下げることはできないので、あのダンベルの重みで肩を下げながらブリッジを作って肩甲骨を寄せて、大胸筋上部で負荷を支えて上げ下げします。
で、ボトムの形は広背筋狙いのラットプルダウンの引き切ったポジションを作るようなイメージなんですけども、もちろん引っ張ってるわけじゃなくて、ダンベルの負荷を大胸筋上部の力で支えながら下ろしてるんですけども、ボトムの形は一緒になります。で、そこから持ち上げるときは胸を突き出しながらトップで大胸筋上部の収縮を意識します。はい、じゃあ同じ重量でもう1セット。ここから見たフォームはね、こんな感じなんですけども、このセットはダンベルをボトムに持ち上げてからスタートしていました。こうすると最初から肩甲骨が寄せられるので、あとは肩を下げてブリッジを作れば大胸筋上部に負荷がかかりますから。で、インクラインの場合はボトムは手を結んだ線が胸の真ん中あたりに来るように下ろして、そこから肩の真上に持ち上げるという角度で大胸筋上部の筋繊維に合わせる軌道を意識します。で、上がらなくなっても胸は突き出す姿勢はキープして粘って、で、もうこれ以上上げられなくなったところで終了しました。はい、じゃあ、インクラインは重量を下げてもう1セット行いました。もうだいぶ胸が効いてきたので、ここからは重量設定を少し下げて、もう少しフォームを意識して行っていきます。で、このセットもボトムからスタートしました。で、筋繊維の方向ということでね、大胸筋上部は鎖骨と上腕骨を結んでいる斜めの角度をした筋肉ですので、下ろすときは若干肩関節が沈殿する動きも加えて斜め下に下ろす、で、上げるときは逆に屈曲させる動きも加えて肩の真上みたいな感じで、体に対してこう斜めに動かすイメージで行っています。はい、これで限界まで動くのところで終了しました。で、これでも上部もね、しっかりと張りましたので、ここからまた角度を変えていきます。3種目目は、このちょっと踏み台をね使うんですけども、2個セットして、この状態でダンベルを持って仰向けになったら、踏み台に足を置いてお尻を上げた姿勢を作ってデクラインダンベルプレスを行いました。ベンチに足を乗せてもね、デクラインの角度を作れるんですけども、ジムには踏み台がいっぱいあって、で、あと足を開いてついた方がね安定するかなと思って、このやり方で行っています。で、この種目で狙うのは大胸筋下部ということで、この種目も大胸筋下部の角度を意識して動作を行うんですけども、今度は手を結んだ線が溝落ちのちょっと下あたりに来るように下ろして、で、そこから肩の真上に上げるような意識で上げ下げしています。ということで、プレスの動作は横から見た前腕の角度が必ず垂直になるように上げ下げしているんですけども、上体の角度を変えることで大胸筋の効かせ分けを行っています。はい、じゃあ、あと2セット同じ重量を行います。踏み台を、気をつけながらね、ダンベルを持って腰掛けて、で、オンザニーでトップに持ち上げたら、そこから踏み台に足を置いてお尻を持ち上げます。で、お尻を持ち上げると自然と肩が下がってブリッジが作られますので、あとは胸を開く意識でダンベルを下ろしていくと自然と肩甲骨が入りますから、そこから、肩がすくまないように気をつけながら、手を結んだ線が溝落ちの下あたりに来るように下ろしてストレッチ、で、そこから胸を突き出して、上腕骨を胸に近づける意識で持ち上げて、トップで大胸筋下部の収縮を意識します。で、この種目は、フラットのプレスと同じく左右差はないので、均等に限界になったところで終了しました。で、ちょっと潰れた形になるので、お腹に置いた状態から体を起こしてという感じで終了しています。はい、じゃあ3セット目、同じように寝転んだら足をついて、お尻を持ち上げて姿勢を作ったら、大胸筋下部でダンベルを支えてスタートします。大胸筋下部は腹直筋上部の腱とか肋骨から始まって、腕の骨に向かって斜め方向についている筋肉ですので、その角度に沿って重力がかかるように動作を意識しています。で、その大胸筋のそれぞれの狙う部位によって角度を意識するっていうことが、まんべんなく鍛えて丸みのある大胸筋を作るためにはとても重要なポイントになるっていうことで、それを今回は3種目ともダンベルで行ったんですけども、それはたまたま使おうと思ったマシンが埋まってたからなんですけども、でもこんな風にアジャストブルベンチがあれば全ての角度でね行うことができますので、バリエーションの一つとしてぜひ参考にしていただければと思います。じゃあ次の種目で4種目目はケーブルクロスを行いました。
これまでプレス動作が続いてましたのでフライ系の種目を入れるんですけども、ベンチはちょっと3種目連続で使ったのであまり占領しないようにって思ったのと、あとダンベルプレスは問題ないんですけど、フライはダンベルフライですね、まだちょっと左がストレッチポジションで力が入りづらいので、このケーブルクロスの方が影響が少ないということでこの種目を行ってます。で、狙うのは手を閉じるこの収縮ポジションで負荷をかけることなんですけども、フリーウェイトだとダンベル同士を近づける分っていうのはね、負荷がかからないものですから、その収縮ポジションでしっかりと大胸筋をギュッと絞ることを意識して行いました。ちょっとこのセットは重かったので2セット目は重りを1個下げて行ってます。あと胸の動きが見たかったのでちょっと上を脱いで行ってみました。グリップを握ったら中央に出て斜め後ろから引っ張られるポジションに立って大胸筋に負荷をかけてからスタートするんですけども、角度としては大胸筋の下部から中部にかけて効く角度になってますけども、一番は真ん中の胸骨にくっついている部分の収縮を意識して、腕を胸に近づける意識で、グリップ同士をくっつけてます。でこれも他の種目と同じように、腕を閉じるときは胸を突き出して、大胸筋以外の筋肉をなるべく使わないフォームを意識してます。で効いてくると手が近づけられなくなるんですけども、体を振ると、少し近づけられますので、そのチーティングで追い込んで、で、完全に手がくっつけられなくなったところで終了してます。結構パンプもしますので、それもね、狙いです。じゃあこれがケーブルクロスの最後のセットです。外からね、腕を内側に寄せて、で大胸筋の真ん中にギュッとね、収縮をかける意識で、動作を行いました。という感じで、今回は3種類のダンベルプレスで大胸筋全体を鍛えたのと、あと収束を初めて50キロに挑戦していました。重量はさっきちょっと自己満足とは言ったんですけども、それ以外にも一応狙いはあって、それは重さに挑戦することで恐怖心を味わうという目的もあったんですね。筋肉ってその体が危機感を感じることでそれに備えようとして発達のスイッチが入りますので、その状態をね、狙ってみたわけなんですけども、もちろん無謀な重量ではなくて、肩の調子とか筋力がねついてくることを確認しての挑戦だったわけなんですけども、でも自分の中ではね、回数が少ないなりに大胸筋でコントロールして動作を行えたのは嬉しかったです。はい、ということで胸はパンパンになりました。ちょっとねポーズをとって、胸の張りを確認してみたんですけども、こんなにパンプしたのはね、なんかすごい久しぶりな感じがしてます。それは重量が持てるようになったからだと思うんですけども、そのおかげですごい筋肉痛も出てですね、このトレーニングは月曜日にとって、今喋ってるのは木曜日なんですけども、まだね、ちょっと筋肉痛が残ってるんですよね。はい。それだけ追い込めるようになるくらい肩が回復したってことだと思うんですけども、この調子で刺激をね、入れられれば減量しても胸のサイズは残せると思いますので、その状態を目指して、引き続き追い込みながらですね、脂肪をしっかりと落とすことを目指して減量にも取り組んでいきたいと思います。はい、じゃあ、これ最後の種目なんですけども、さらに大胸筋をパンプさせることを狙って締めとして1セットだけプッシュアップを行いました。踏み台を置いて足を高くして、ダンベルをプッシュアップバーの代わりにして、でこの体勢で限界まで行います。もう胸は効いちゃってるので、自重だけのプッシュアップでも結構重く感じるんですけども、プッシュアップって胸トレの自重種目として一番メジャーかなと思うんですけども、ジムでトレーニングしてるとどうしてもやらなくなりますよね。でもフリーウェイトとかマシンで胸が効かせられる方って、プッシュアップを行うと結構効きますし、パンプも感じられると思いますので、たまに行ってみるのもいいんじゃないかなと個人的には思ってます。はい。で、限界になったら足を下に下ろすんですけども、ちょっと負荷を軽くして続けます。でそれでも上がらなくなるので、そしたら膝をついて続けて、でそれでも上がらなくなったら最後はですね、お尻を引きながらこう体を持ち上げて、でトップの姿勢に戻してネガティブだけ耐えるっていう追い込みを続けてですね、でそれでネガティブも支えなくなったところで終了しました。はい、ということでもうこれでね、完全に限界。ってことで、胸のトレーニングをとってみました。はい。ご覧いただき、ありがとうございました。